ティリクムはアメリカ合衆国フロリダ州オーランドにあるシーワールドで飼育されていたオスのシャチである。それ以前はブリティッシュコロンビア州サウスオークベイにある太平洋シーランドで飼育されていた。21頭の子シャチの父親となり、そのうち10頭は生存している。ティリクムという名前は太平洋岸北西部の言語、チヌークジャーゴンで友達、関係、部族、 国家、庶民を意味する言葉に由来する。ティリクムは人間に飼育されるようになってから所属する水族館で起きた3人の人物の死亡事故に関係した。シーランド時代の調教師1名とシーワールド時代の調教師1名とシーワールドの敷地内に不法に侵入した男性1名の計3名の死亡事故である。ティリクムは二0 1三年の CNN の ドキュメンタリー映画ブラックフィッシュにおいて大きく取り上げられた。2016年3月にシーワールドは、ティリクムが肺の感染症にかかっており、健康が悪化していることを公表した。シーワールドによると、感染を引き起こしている細菌は稀なもので、抗生物質に対して耐性を持っているという。2016年5月。 ティリクムの健康状態が改善していることが発表されたが、2017年1月6日、シーワールドはティリクムが早朝に死亡したと発表した。死因は最近感染であった。ティリクム。2009年、シーワールドにて、ティリクムの体長は22.5フィート、体重は12000パウンズ以上である。右の胸びれ端から、 左の胸びれの端までの長さは7フィートあり、左右の尾びれは下にカールしている。6.5フットトールの高さがある背びれは完全に体の左側に倒れている。ティリクムは人間に飼育されているシャチの中では最大級である。声は同じ大きさのオスのシャチよりも高い。ティリクムは最初ブリティッシュコロンビア州の州都ビクトリアに近い。 バンクーバー島のサウスオークベイにあった太平洋シーランドにいた。そこでは年上のメスのシャチ2頭、ハイダ2号及びヌートカ4号と一緒に飼われていた。ティリクムは社会階層の底辺に位置し、ハイダ2号とヌートカ4号は彼に対し攻撃的に接した。そのためティリクムは小さな治療用のプールへの避難を余儀なくされ、 調教師が彼を守ってやらなくてはならなくなったこともあった。1991年の2月20日、21歳の海洋生物学を専攻する学生ケルティバーンが足を滑らせて切りクむハイダ2号、ヌートカ4号がいるプールに落ちた。彼女は競泳の選手でもあり、当時はシーランドで調教師のアルバイト中だった。3頭のシャチは彼女を引っ張ってプールを ぐるぐる回り、浮上を妨げて、彼女を水中に沈めた。彼女は一度、騎士にたどり着けたものの、騎士に上がろうとした時に、三頭のシャッチが恐怖の面持ちで騎士側からプールを取り巻いて、彼女を見守っていた観客の目の前で、彼女を再びプールに引きずり込んだ。他の調教師たちは、彼女の悲鳴に反応して、彼女に浮き輪を投げた。しかし、シャッチたちは彼女を、 浮き輪から遠ざけ続けた。彼女は3回浮上して悲鳴を上げた後に溺死した。プールから遺体を引き上げるのには数時間を要した。2頭のメスは当時妊娠していたが、このことは調教したちは誰も知らなかった。ティリクムは1992年1月9日にフロリダ州オーランドのシーワールドへ移送された。太平洋、シーランドはその後間もなく閉業となった。 1999年7月7日、ダニエル・ピデュークスという27歳の男性がティリクムの背中の上で亡くなった状態で発見された。彼は前日にシーワールドを訪れ、閉園後も園内に泊まり、セキュリティをくぐって、シャチの水槽に入った。検視所見では、数多くの列症、打撲症、作家症が全身に及んでいたことが認められ、死因は溺死とされた。 また、体内から、薬物やアルコールは検出されなかった。シャチのカティナとドーン・ブランショ、1998年。ドーン・ブランショ、2006年。2010年2月24日、ティリクムは40歳のベテラン長教師、ドーン・ブランショの死亡事故に関与した。ブランショは、シャチの曲芸賞が終わった後、事故に巻き込まれた。正午のルーチンとしてブランショがティリクムを撫でていたとき、 ティリクムは彼女の左腕あるいは髪の毛を掴んで水中に引きずり込んだ。少なくとも十数人の常連客がティリクムと一緒に水中にいるブランショを目撃し、職員はティリクムの木をそらそうと網を使ったり餌をティリクムに向かって投げたりした。職員らは組み合わさったプールを次々に移動させて、最終的にティリクムを小さな治療用のプールに誘導した。 そこは彼を落ち着かせやすかったからである。ティリクムは落ち着くと、ブランショの遺体を口から離した。シーワールドの役員の一人や事故を目撃した、人たちの証言、及び事故発生直後のビデオ映像からは、ブランショがスライドアウトの上で横たわり、顔をティリクムの顔の横に近づけていたことが、確認された。 シーワールド側は、自己発生の数分前に撮影されたビデオを見る限り、彼女がポニーテールを引っ張られて水中に引き込まれたと主張した。しかしながら、目撃証言によると、彼女は腕を掴まれて水中に引き込まれたという。ブランショの遺体の検視所見によると、死因は、溺れたことと鈍い力による外傷だった。また、脊髄が切断され、顎の骨、肋骨、 頸椎が骨折していた。頭皮は頭から完全に剥がされており、サワンは肩の下あたりで切断されていた。2010年8月23日、米国職業安全衛生局はシーワールドに対して3つの安全義務違反により7万5000ドルの罰金を命じた。シーワールドは職業安全衛生局の指摘が不当であると主張する声明を発表した。 ブランショの家父、スコット・ブランショは、疑念のある死亡事故訴訟を専門に扱うシカゴの法律事務所を雇うものの、シーワールドに対して法的な対応を取るには至らなかった。ティリクムは2011年3月30日に、ショーに復帰した。彼を撫でるための高圧ホースが、人の手に代わって導入された。プラットフォーム上にも取り外しの可能なガードレールが、使われ始めた。 一分以内に調教師とクジラ類をプール水面より上に持ち上げることができる疑似的なプール床を設置する計画もあった。ティリクムは孫のトルーアと組になって新しいワンオーシャンショーのフィナーレでは彼のそばで演技を見られるようになった。時には娘のメリアと一緒にされることもあった。2011年12月には病気で欠場したが詳細は公表されなかった。 2012年4月にはショーに復帰した。2016年3月8日、シーワールドはティリクムの健康が悪化し始めている懸念を公表した。彼らはティリクムが肺感染症にかかっているとみて治療を続けていると述べた。感染している細菌は稀なもので抗生物質への耐性があり、回復は未まだ見られないという。動物の倫理的扱いを求める。 人々の会話、ウェブサイトのシーワールド・オブ・ハートにおける声明の中で、今回のニュースに対して30年前に海から盗まれたティリクムが再び海を見ることができないとしたら、シーワールドの手は悲惨なコンクリートでできた刑務所水槽の壁は彼の血でまみれることになるだろう。と言及した。 ティリクムは捕獲され飼育されたオスシャチの中で最も多産であり21頭の子孫がおりうち10頭が生存している。シーランドにいる頃には1991年12月24日ハイダ2号との間に1頭目となるキュコットを作った。シーワールドに来てからは複数の異なるメスシャチとの間で多くの子シャチの繁殖に成功した。百九十九年にティリクムは 人工受精のトレーニングを始めた。2000年はじめにシーワールドサンディエゴで飼育されているカサトカが彼から得た精子を使った人工受精を行い2001年9月1日にオスの子シャチ、ナカイが生まれた。さらにタカラという別のメスが同様の人工受精により2002年5月3日にメスの子シャチ、小花を産んだ。ゾンメイ個体の飼育地。 シーワールドオーランド、シーワールドサンアントニオ、シーワールドサンディエゴ、ロロパーク2010年12月7日、ウェブサイト TMZ の報道によると、シーワールドの社長、テリー・プラザーが、ペタとモトリー・クルーのメンバー、トミー・リーから、シーワールドの発表についての意見を述べる手紙を受け取ったという。彼らは、切り組むと人間との接触を制限すべきと主張した。 トミーリーは、ティリクムが、シーワールドにとって、主要な生死バンクであり、シーワールドの警備主任やウェブ上のビデオから得た、知見によると、シーワールドがティリクムから生死を絞り取る際には、人をプールの中に入らせて、お湯で満たした牛の膣でティリクムにマスターベートさせるとし、このことが人との継続的な接触を必要不可欠なものとしていると指摘した。手紙は、 シーワールドがティリクムを水槽から解放することを嘆願し、シーワールドがこれらの賢い動物たちを水槽の中に閉じ込めて飼育することによって窮屈な思いをさせるべきではないことを理解し、シーワールドのためにさらなる悲劇が起きないことを望むと述べた。翌日、シーワールドの障害担当副社長は、いいニュースを介して、トミー・リーの手紙に返答し、 ペタが事実とした事項が不正確であるのみならず、シーワールドの調教師らは、そのような目的で、ティリクムと共に水に潜るようなことは知らないし、したこともないと述べた。2013年1月に、サンダンス映画祭で封切りされたドキュメンタリー映画、ブラックフィッシュは、ティリクムとその他の飼育されているシャチを題材としている。映画公開と、これに続く、オンライン生顔により、 いくつかのポピュラー音楽グループがシーワールドやその他の会場でのライブパフォーマンスをキャンセルする事態となった。ありがとうございます。